はい、よろしくお願いします。このコーナーでは漢方薬について詳しくお伝えしていきます。今ちょっとね、バタバタしましたけどもね、一瞬尾木先生の姿がね見えましたけども、維新堂薬局の尾木秀之さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいませんね、いえいえ、今日はあの先生、あの控室があの隣の棟なものですか。ちょっと遠かったので ね、申し訳ございません。こっち来るまで時間かかって、すいません、ありがとうございます。今日はですね、尾木先生にお悩み相談ということで、視聴者の皆さんからの質問に答えていただきたいと思います。ではまずはこちらです。漢方薬には〇〇糖や〇〇酸などがありますが、どのような意味がありますかといただきました。はい、これさ、エマちゃんわかる？そう、一度お聞きしたような気もするんですけど、去年の年度初めぐらいに、確か先生同じようなことをやって、まあ、いわゆる糖でしょ、お湯って書いて糖で、チルって書いて酸、で、あと丸めるって書いてガンと、3つの種類がありますよっていうこと、先生教えてください。改めて教えてください。はい、了解しました。はい、もう高尾さんに言われた通りですね、ちょっとこちらをご覧いただきたいと思うんですけども、はい、まあ、処方の一番最後には田郷さんがおっしゃいましたように、お湯であるとか、はい、あと散るという字、あと丸めるという字がついてるわけですけども、まあ、それぞれですね、あの例えばお湯という字が処方の後についてる、これに関しましてはですね、生薬のその、まあ、配合したその生薬を煎じて、その煎液をこう服用した方がいいですよということで、この使い方が書かれてるわけなんですね。で、酸という分に関しましても、この生薬を粉にしてですね、粉薬として服用した方がいいですよ。で、このガンという字ですね、これは酸剤を蜂蜜で丸めてですね、あの粒状にして、まあ、服用した方がいいですよ、まあ、どういうふうにして服用するかがこの最後の字で分かるわけなんですね。あ、そうです、はい、僕先生、あの例えば、はい、例えばどんなのに使われてます？はい、ちょっとこちらの画面ご覧いただきたいんですけども、はい、お湯でしたらですね、風邪で有名なカッコン湯、カッコン湯ありますね、はい、それで、あのこの時期 この花粉症で有名な小生竜等がですね、このお湯の代表例だと思いますし、あとこのチルという酸ですね、五苓酸、あと四逆酸、でこのガンという字でしたら、ご老人によく使われる八味地黄ガンだったり、マシニンガン、こういうものが処方例としてですね、あるんですね、はい、なるほど、まあね、あの、まあ、大体その一番末尾を見れば、どういうふうに使うのかってのが分かると。そうなんですね、はい、勉強になりました。では続いての質問です。漢方薬が西洋薬に比べて適している疾患っていうのはあるんですかといただきました。はい、まずあのこの西洋薬に比べてですね、漢方薬が優れているということはないんですね、はい、しかしですね、この漢方薬にはですね、西洋医学のそのお薬に不得意な、例えば副作用の問題であるとか、まあ、薬害の問題であるとか、で、あとはどうなんでしょう、まあ、検査を受けてもなかなか、まあ、異常はないけれども症状はあるというような、まあ、そういうふうなものにですね、対応できるという強みがあるんですよね。ステイ収束ってやつね。その通りです、はいはい、で例えばどういうふうなものがあるかというと、こちらのですね、今日ちょっとご覧いただきたいんですが、生活習慣病、例えば長年高血圧の方、まあ、あのでまた、糖尿病であったり、心臓病であったり、肝臓病、腎臓病、痛風、まあ、こういうふうな生活習慣病、であと婦人病で言えば更年期障害で、最近多いんですけど、この不妊症、子宮筋腫、あと、小児疾患でしたら夜尿症だとか喘息、あと難治性の疾患でしたら耳鳴り、アトピー性皮膚炎、シェーグレン症候群、メニエル症、こういうふうな、まあ、疾患などにもですね、いろいろ、まあ、適しているわけなんですね。なるほど、はい、まあね、あの西洋薬がこう体ちょっと合わねえなっていう方は、まあ、漢方薬を試してみてもいいのかもしれないですね、うん、そうですよね。では症例と改善例紹介していただきたいと思います、はいはい、お願いします。はい、でまずあのこちらの方はですね、3年前からこの高血圧症でお悩みの方の症例なんですね。はい、でこの方のまあ自覚症状はといいますとですね、時にこう下の血圧が高くなったり、あと血圧がですね、まあ、通常98の、まあ、148と、まあ、高いという、そういうようなお話もありましたし、あと自覚症状に関しましては、この後頭部からですね、首筋かけて凝るんですね。でまた頭痛、頭重感があってですね、めまいもたまにあると、で下肢がしびれることもあってですね、体がだるい、
で、4,5 年前にはその耳鳴りで、まあ、治療したご経験もあって、でご相談時にはその病院の方からの高圧剤、あとその健康茶として柿の葉、あとドクダミ茶、こういうふうなものを通常のお茶代わりに飲んでますという方の症例なんですね。なるほど。おすすめの漢方は何でしょう。はい、こちらの方にはですね、柴胡竜骨ボレー湯というお薬を服用していただいたんです。これは湯ですね。湯です。はいはい、はい、あの煎じて、はい、飲むというタイプですね。はい、でこちらのお薬はですね、まあ、高血圧の方でも精神的なストレスがあったりなんかする方によく使われる処方の一つなんですね。ほうほうほう、はい、どういった改善をされたんでしょうか。はい、服用しまして2週間経った時点でのコメントがですね、後頭部と肩のこりが改善されてきたんですね。で1ヶ月半経った時点ではですね、キーンという音が少しだけ小さくなって、寝つきもまあその分良くなってきましたと。で4ヶ月経過した時点ではですね、まあ、血圧のこの上がですね140台、下が80台と、まあ、血圧も最近安定してきてますと。でまた頭痛も起きなくなったんですね。で7ヶ月経過した時点ではですね、昼間のこの耳鳴りもほとんど気になくなったということと、夜もぐっすり眠れるようになりましたと。はい、で11ヶ月経った時点ではですね、ほとんどこの耳鳴りが気になくなって、でまた最近ではその頭痛めまいをはじめ、血圧も安定してですね、体全体の調子がいいということの言われた改善例なんですね。はい、はい、ではもう一つ症例と改善例紹介していただきます。はい、こちらの方はですね、耳鳴りでお悩みでご相談いただいた方の症例なんですが、はい、この方の、まあ、自覚症状といいますと、金という金属音、これが常に鳴ってるっていう方なんですね。で特にこの夜気になる、で静かな部屋にいると、まあ、気になってしまうと。で疲れたりですね、水分を多く取りすぎた時に、まあ、大きくなる感じがして、胃腸が弱く下痢しやすいんですね。でめまいがたまに起きるんです。で6年前には腎炎を患われたということと、あとご来店いただいた時には病院の方から2種類のですね、内服薬をいただいているという方の症例なんです。なるほど。おすすめの漢方は何でしょうか。はい、でこちらの方にはですね、涼啓十漢湯というお薬を服用していただいたんです。これはでこのお薬はですね、まあ、4つの生薬、まあ、水の流れを良くしながらこう耳鳴りを改善していくということでよく使える処方の一つなんですね。なるほど。どういった改善をされたんでしょうか。はい、1ヶ月経った時点でのコメントがですね、胃腸の調子が良くなってですね、形にならなかったら便もですね、形になってきたと。で3ヶ月経過した時点ではですね、耳鳴りもその時々こう小さくなってですね、めまいもこの1ヶ月で全く起きなかったと。はい、で6ヶ月経過した時点ではですね、週に 1,2 回しか耳鳴りが起きなくなった。で気分的にもイライラしないと。なるほど。で13ヶ月経った時点ではですね、耳鳴りの音がまあ気にならなくなってですね、以前悩んだ他の症状もですね落ち着いていますという方の症例なんですね。はい、ありがとうございます。はい、なお今回紹介した漢方薬は体質や症状に合わせた漢方で一例になりますのでご注意ください。では一心堂薬局からのお知らせです。一心堂薬局ではさまざまな症状や漢方薬について電話相談を受け付けています。いずれも予約制です。ご覧のフリーダイヤルまでお問い合わせください。自律神経失調症、心身の不安、アトピー性皮膚炎、免疫力低下によって起こる症状から慢性病の食事相談まで受け付けています。一心堂薬局は漢方専門の相談薬局として、一人一人時間をかけてお話を伺い、その方の症状、体質に合わせた漢方を処方いたします。また一心堂オリジナル商品として各種健康茶や漢方に関する書籍、そして話題の商品も取り揃えています。一心堂薬局は全部で7店舗あります。大宮店は氷川神社入口交差点前、そごう大宮店は大宮駅西口そごう大宮2階の化粧品エリア内です。浦和店は浦和駅西口埼玉会館そば県庁前東交差点です。川口店は本町大通り筋向かいマンモス交番横、所沢店は所沢駅西口埼玉りそな銀行所沢支店向かいです。新宿店は新宿高島屋正面入り口前、立川店は立川駅北口立川通り高松郵便局手前となっています。さらに現在自宅で受けられるオンライン相談も行っています。詳しくは一心堂薬局で検索をお願いします。
そしてコーナーの最後には一心堂のおすすめ商品を紹介していただいております、うん、はい、ましょう、はい、今週はですね、こちらのですね紅亭茶をご紹介させていただきたいと思うんですね、はい、でこの紅亭茶はですね、あの12種類の生薬でできた健康茶なんですね、はい、で特徴としましてはですね、まあ、このようなこう麦茶感覚で飲めるお茶なんですが、うん、この12種類の中にはあのレーシン、人参という免疫力をこう、まあ、高めていく生薬が入っているというのがこの紅亭茶の特徴なんです。なるほど、はい、ね、まあ、お試しください、はい、この自律神経がこう乱れやすい時期ですね、うんうん、あのこの紅亭茶なんかは非常によろしいかなということで今日はご紹介させていただきました。はい、はい、今日はね、あの、はい、いわゆる漢方薬と東西洋医学、はい、まあ、僕なりにか、まあ、患者さんはいわゆるピンポイントで、はい、その痛みとかポンと攻撃する西洋医学、はい、その西洋の薬と、あのなんとなく周りからぐわーっと優しく包んで、はい、まあ、時間はかかるけれども、はい、あのきっちりと正常した形に戻そうとしているのが漢方薬、はい、これで間違いないですか。はい、間違いないです、うん、もう本当に原因からこう漢方はこう立て直していくということで、うんうんうん、もう拓さんのおっしゃる通りですね。だから一人一人処方が違うんですよね、はい、そうなんです、うん、そうなんですね。なんで相談をしてから処方を受ける、だから同じ症状でも違ったお薬が出るっていうこともあるわけですもんね。そうなんですね、その通りです、はい、いや深いですね、はい、症状に合わせてご相談ください、ね、ということですね。そうなんですね、はい、いや今年も勉強させてください。こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この時間は一心堂薬局の荻秀幸さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。